亡者が友を求めておるようだ。今度は光秀殿と戦と聞きました。どうして人は先日藤吉郎殿が光り輝く美しい石を送ってくださいました。願いが叶う石だとか。ですがこの石を見ると胸騒ぎまして、望みに身を任せるのは何とも薄気味悪くて。
争いは終わらない。人が人たる限りは、それが世の断りなのでしょう。しかし、あなたの身には人の業さえ超える力が秘められているはず。夫長政の死により愛を失った私に、強く生きよと命じた兄と姉、その二人も今や炎の中に倒れた。これ以上の悲しみ、破滅へと私を誘うやもしれません。どうかご無事で。